大学でも情報学部と IT 系に実現体が流れてますが、今後の二教化学科か IT 企業とそれ以外の産業は政府により実践されるべきでしょうかあるいはよりイノベーション促進させるために格差拡大は経済面からべたなのでしょうかえっと、あの、まあ、あアメリカもそうなんですけど、 あの20年前に景気が良かった業界と今景気が良かった業界ってアメリカで全然違うんですよね。要は今だと GAFA と呼ばれるのの Google だったり Microsoft だったり Amazon だったり Facebook だったりっていうのが VV 言わしてるんですけど結局そのなんでそれが VV 言わせてるかっていうと儲かるからなんですよ。なのであの儲かる会社って IT だよねっていうところって多分あと2 3 0年はトレンドとしてあると思うんですよね。じゃあなぜそれが起こるのかっていうと IT って人間を使わないで売り上げが増やせるんですよ。あのまあ、例えばじゃあそのものづくりとかって誰かがその働いてで例えばじゃあ飲食店とかってその料理人の人がじゃあその1時間の間に10人分しか作れませんってなると営業時間12時間だった場合120人分の食事を作るのが限界なんですよ。 で、じゃあ、あの、シェフを一人増やしましたって言っても、まあ、シェフが増えるってことで、要は売上が上がるにつれて人件費が必ず増えていくるんですよね。で、IT 業界って一切人件が変わらないで売上を増やすことが可能なんですよ。 まあ、その、あの、裏でめちゃめちゃ人件費を使っている会社が、まあ、仮にあっとしたらそこは別なんですけど、基本的にじゃあ、咀がありますと。で、シャゲって、そのなんか、そこら辺の頭の悪いおっさんが一生懸命石買ってぐるぐる回してたりとかしてるんですけど、で、そのなんか、じゃあ、あの、石を買ってる間に、それで、じゃあそのおっさんが働いたりするかというと、一切しないんですよ。全部そのデータをそのスマホ越しに送って、で、サーバーがデータを返してっていうのがあって、なので、その、100万円売れようと、1億円売れようと、 そのサーバーバが動いててくれてれば人件費はかかんないんですよなのでその利益率めちゃめちゃ高くなるんですよね。でまあその日本人向けのがそしゃげとかだとまあ,あのマーケットとしては1億人しかいないんですけど英語圏でやると20億人使う可能性があるんですよ。そうするとあの一切人件費をかけずに20億円分の売り上げがバカバカ入るようになるんですよね。まあ、Google のサービスって 今使わないで一日普通に暮らしてくださいって言われると結構厳しいと思うんですよ。その一日中検索しませんとか、まあ、n d r o i d を使ってる人はまず携帯が使えませんとかね。で、今 YouTube 見てると思うんですけど、YouTube 見ちゃいけませんとか。で、あの、じゃあそういう感じで、でも俺全然そういうの使ってないよっていう人もいると思うんですけど、あの、前に Amazon の AWS っていうあのサーバーのサービスがあるんですけど、あの、AWS が止まった時に、うちの掃除機が止まったんですよ。 あの、うちの掃除機、ルンバっていうやつで、あの、自動的にその部屋をこう、あの、こう掃除して、で、ゴミをなんかゴミステーションに回収するっていう、あの、全自動で動く掃除機なんですけど、で、そこのルンバっていう掃除機のシステムが、Amazon の AWS っていうサービスを使ってたんですよ。 もちろん僕知らないですよ。あの、その、あの、ルンバが AWS を使ってるなんて。ただ、全然知らないところで AWS を勝手に使ってやがって、AWS が止まったせいで、あの、うちの掃除機止まったんですよ。で、まあ、掃除機ぐらいですけど、去年かなんかに、あの、クーラーが止まった人がいるんですよね。その、あの、クーラーをなんかクラウドで、あの、なんかコントロールするみたいな仕組みをやってる人がいて、で、その人の、あの、使ってるサービスが AWS だったんですよ。 なので、なんかね、クーラーが付けられなくなったのかなっていうのがあって、なんかすげえ暑いんだけど、クーラーつけようと思っても全然クーラー動きませんみたいな。っていう感じで、その、俺 Google とか Amazon とか全然使ってないよと思ってる人でも、何かの IT サービスを使ってると、その裏が Amazon でしたとか、Google でしたとか、Microsoft の Azure でしたみたいなことがあって、結局そのなんか、現代的な生活自体ができなかったりするんですよね。 っていうのもあったりして、その人件費とは関わらず利益が上げられるので、IT ってめっちゃ儲かるよねっていうのがあるので。なんで、今後も IT が儲かるっていうのは変わんないんじゃないかなと思いますけど。